罰芸ボイスパーカッション、プチュプチュプチュマッコー、ということで、どうも皆さんこんにちは、無職のオヌと申します。いや、わかってるから、なんかもう三毛猫はいいよみたいな、お前何回三毛猫の動画作んねんみたいな、 ADHD かよみたいなね、わかってんだよ。わかってる。だけど、まあ、今回ちょっとね、あまりにも三毛猫さんがちょっとかわいそすぎるなっていうふうに思う出来事、まあ炎上ですね。なんかなんだろうね、あの人なんか週1ぐらいでこう結構ね、大きななんかイベントじゃないけどさ、炎上を起こすんだよね、なんか。まあ、ただ今回ね、いつもの炎上と違うのは、三毛猫さんは何も悪いことをしていないっていう点なんですよ。別に買収されたとかじゃないよ。言わなくてもわかると思うけどね。別にね、俺を買収しようと思ったらね、多分もうワンコインとかでできちゃうからね。ワンコインで多分お釣り返ってくる。まあ皆さんね、もうすでに知っているかもしれません。三毛猫原神界隈を破壊しちゃった問題ということでね。まあなんか三毛猫さんがですね、原神というまあ会話にね、まあなんかちょっとストライクショットを決めてしまった話題なんですけれども、まあ今回ちょっとあまりにもね、内容が複雑すぎるので、まあできるだけね、こうわかりやすく簡潔にまとめてきたので、まあぜひ皆さんね、こう動画の最後まで見た状態で、コメントしてほしいなというふうに思います。本当にね、三毛猫さんがかわいそすぎるのね。はい、まあ、早速、まあ、どういった炎上なのか見ていきましょう。今回はですね、登場人物を3人に絞って話していこうかなと思うんですけど、はい、まず僕のチャンネルではおなじみになってしまった三毛猫さん、そして三毛猫信者、ちょっと言い方悪いけどね、そして七瀬という、原神界隈のプレイヤーさんですね。主にこの3人、まあ正確に言えば2人なのですが、まあそれはね、まあ、後々に話すということで、いや、ちょっとなんかうぜえなこの話し方ね、ちょっとごめんね。はい、まずですね、今回の炎上を起こすきっかけとなってしまったこちらのツイート、原神って楽しい？やりたい？というね、ツイート、まさかネット民はね、このツイートをした後に原神界隈が崩壊するだなんて誰も予想はしていませんでした。そしてね、まあ、なぜか原神をターゲットにした三毛猫さん、まあ、有言実行ということで配信で原神をやることになりました。そこでですね、この原神というゲームは、まあ、どうやらマルチプレイを遊ぶためにレベルを16まで上げないといけないという謎のルールが存在しているらしいんですよね。はい、ここで登場してきました三毛猫信者、そして七瀬という原神現役プレイヤー。まあこの三毛猫さん信者がですね、まあまあ、すぐに三毛猫さんがねできるようにと思ったのかな、なんか猫というネーミングセンスのかけらもない名前のアカウントにて、まあ、現役原神プレイヤー七瀬さんにアカウント売買をほのめかすようなゲーム内チャットを送っていました。その内容がこちらです。承認ありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。突然なんですけど、三毛猫ちゃん知ってますか？知ってますよ。その子のお手伝いをしたいので、レベル上げ手伝ってください。なるほど。マルチが16レベルからしかできないので、とりあえず16超えたら手伝います。メアドとパスワードを送るので、16まで上げてください。それは難しいかもです。ごめんなさい。じゃあアカウントください。うん？いいねで買い取ります。ごめんなさい、無理です。ブロックして晒す。死ね。うん、なんで？いや、なんかもう理不尽すぎやしないか、さすがにこれは。なんか、いやもう COD 民ですらこんな雑な DM 送んねえぞ、マジで。理不尽に死ねと言われてしまった七瀬さんはですね、さすがに怒ってしまい、Twitter 上にて、まあ、一連のね、このチャットのやり取りを晒す事態になってしまいます。まあ、ただね、このツイートにその、ハッシュタグ、三毛猫ってついてるじゃないですか。で、あんまりね、こう、詳細を知らない人がこれを見て、三毛猫最低だというね、まあ、なんか考えることをやめてしまった猿と人間の瀬戸際にいる人たちがですね、三毛猫さんをぶっ叩き始めるんですよ。まあ、でもこれは確かにね、その、なんか三毛猫って書いてるから、まあそう思うのも仕方がないところではあるかなとは思うんですけど、でそれに対し三毛猫さんは、いやこれ三毛猫って書いてますけど、これ私じゃないですと、まあ、弁明ツイートを発信することになったんですよね。まあ、しかしこれを機に三毛猫さんはね、なんかもうまるで家が全焼したかのような勢いでとてつもない炎上を引き起こすことになってしまいました。というのもですね、この三毛猫さんのツイートをしてから、三毛猫リスナーたちがこうブワーっとこう七瀬さんに対してこうアンチコメントを書き込むことになってしまうと、もうなんか人権剥奪したいんですかっていうレベルで、もうすごいいっぱい悪口をね、こうなんか書いてしまうんですよ。で、まあこういう風になってしまってから、こう三毛猫さんに対してね、おい、お前のファンのやつはどうにかしろよっていうね、こうなんかあまりにも無理難題な要求を始めます。なんか、え、うち悪いの？みたいな。いや、まあそうだよね。なんかもうさすがに、だって攻撃しないでって言ってもさ、攻撃するやつやっぱね、するからぶっちゃけ意味ないじゃん。いや、わかるよ。まあ確かにね、注意喚起した方がさ、こう客観的に見た時に、まあ配信者としての立ち回りをしているんだなっていう認識をね、こうネット民の人たちに当たることはできるかもしれない
ないけれども、実際にね、じゃあそういうなんか注意喚起をしたところで七瀬さんへの攻撃が終わるのかって言ったら終わらないじゃないですか。そもそも第一にね、こう三毛猫さんは完全な巻き込みを食らって叩かれているわけだから、そりゃまあ生理並みにイライラするわな。だってね、その中でさ注意喚起をするっていうのも本人からしたらさ難しいことだと僕は思いますけどね。仮にね、その俺がさ三毛猫さんの立場だったら、もう俺なんかその七瀬さんへの攻撃を俺なんかもう応援しちゃうもん。おいやれやれみたいな、どっちが強いか勝負すんぞてめえみたいな感じで、もう逆に盛り上げちゃいますからね。俺ネット向いてないの。で、その結果七瀬さんは完全にメンヘラ化、まあ個人的にはこれ三毛猫化と呼んでいるんですけども、完全にもう精神が折れて、もうなんか、すいません剣心やめません許してくださいみたいなね、謝罪ツイートをしちゃったもんだから、もう余計三毛猫さんが叩かれるっていうね。うん、もうなんかもうネットやめよっか。うん、なんかもうお互いネットから離れた方がね、なんか幸せな生活を送れるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあここでね、三毛猫さんアンチはもうボロッカスに悪口を言ってね、もうなんとか三毛猫さんに謝罪をさせようと、なんかもうその努力をね、もうなんか自分の働き口を探すことに使った方がいいんじゃないかとね、もう心配してしまう無職の僕はその光景を眺めていたんですけど、なんと三毛猫さんそれを受けて謝罪するかと思わせての、気持ち悪、しつこすぎ、でも原神はやめらんないや、今日は楽しい気持ちで寝ます、おやすみんみんゼミ。うん、あのメンタルどうなってんの。いや、なんかホロダイブ対処する人はね、なんかはるかに目が進化してますけどね、なんか三毛猫さんのメンタルは。いや、さすがにね、俺もびっくりしたわ。なんかもうなんか進撃の巨人のなんかもうウォールドーゼみたいなさ、こうメンタルしてるんだよな、ほんとな。いや、今のなんかちょっとよくわかんない。そんなこんなでお互いちょっとしたこうレスバをするかのようなツイート合戦が繰り広げられたりとかはしたんですけども、まあそこら辺はね、あの自分であの調べてみたりしてみてくださいって言おうとしたんですけど、お互い安定のツイ消しゲー。はーい、これなんで消したんだろうな。こういうね、大きな炎上が起きたことによって、なんか MKNK、なんか三毛猫っていうなんかインコトレンドまで出てきてしまうっていうね。なんすかこれ、なんかね、MK ウルトラかなんですか。で、この長い一連を見てて思うのは、やっぱお互いね、こう落ち度はあるにしても両者ともに被害者なわけじゃないですか。だってね、七瀬さんはこの唐突になんか死ねだのさらすだの言われて、三毛猫さんは巻き込み事故まで食らっちゃってね、うわなんかかわいそうやな、エッチしたいななんてこう思ってたら、これ突然ね急展開が訪れたんですよ。なんとこの七瀬さん、問題となっていたアカウント売買と突然の死ね発言されたこのゲーム内の一連のチャットは、自分が自作自演しましたというあまりにも突然すぎる謝罪ツイートをしたんですよね。病院行こっか。ちょっとあまりにもね、やってることがちょっとうんちこんぐすぎるんで、一回僕と一緒に病院行きませんか、これ。つまりですよ、これどういうことかというと、七瀬さんが自作自演を行い、三毛猫さんは本当に 100% 完全なる巻き込み事故を食らったということなんですよ。もうなんか最初からね、チャットを送っていた三毛猫信者なんていなかったんですよね。怖いなぁ、怖いなぁ、まあ、ということでね、ちょっと一回あの三毛猫さん、お祓い行きましょう。なんかもうね、おかしいと思うんだよね、なんかこう巻き込みのね、こうされ方的にちょっと。はい、ということで皆さん、この話を最後まで聞いてみてどう思いましたでしょうか。まあこれでもなおね、まあ三毛猫さんを叩きますかとね、問いかけをしたいところではあるんですけれども、いやお前よくそんなこと言えたなみたいなこう言われるかもしれないんだけど、まあ別にね、僕あのガチ叩きっていうのは1ミリもしてないんですよ。だからそもそも僕三毛猫さんこう嫌いっていう感情は一切ないんで、まあいじりはしますけどね。はい、ごめんなさい。僕から三毛猫さんに言いたいことはただ一つ。お前COD に来ないか。いや、お前はね、COD に来るべき人間なんだよ。確かにね、今回は三毛猫、お前は何も悪くない。一つも悪くない。ただ、界隈が荒れてしまったのは事実だよな。なんで荒れるのか。それは、三毛猫のファンがめちゃくちゃ多いというのもあるかもしれない。でも、一番は、原神というすでにある程度人口のいる界隈に入ったから荒れたんだよ。でも、COD はどうだ？なあ、もう、お前を攻撃するやつは誰もいない。何をしようが絶対に荒れないんだよ。だって人いないんだもん。下打ちをしようが回線を抜こうがお前の自由だ。もう思う存分暴れてくれよ。もうこっちに来いよ。俺は待ってるぜ、お前のことをいつでも。あ、ちなみにこのクソゲー8000円かかります、ね。